はい、どうもこんにちは。色文字講師の西本です。今回は、ゆいと書かせていただきました。このゆいという言葉、日本各地にいろいろ残っていますが、例えば、縄をゆうって言葉もそうですし、結婚式の時の結納だったりもそうです。はたまた、沖縄の地方のですね、ゆいまーるという言葉もその一つじゃないかと僕は思ってるんですが、なんですね、このゆうという言葉、まあ、この読みすると、結ぶですよね。この結ぶという字、先ほどの縄の話でもそうです。ゆうですね。結婚式で誰かと結ばれる。ゆいまーるも、その、労働作業だったりとかっていうのが、お互い何かをする。そんなこう、相手がある前提で話す、この、結ばれる、誰かと結ばれるような言葉だという、やっぱり気がしております。ですので、この額の内に収まらずに、誰か他の、もう一人の相手を想像できるような構図にして描かせていただきました。はい、いかがでしょう？ゆい。はい、ではまた。はい、こんにちは。色文字講師の西本です。こちらの色文字動画ですね、随時更新してまいりますので、こちらからチャンネル登録お願いいたします。そして質問などある方は、こちらのコメント欄の方からお願いいたします。ではまた動画でお会いいたしましょう。またね。